最も汗臭い良し。右を見ても左を見ても歩いているのは男だけ。クローン操作で生まれてくるのもなぜか全員男の子。それじゃあまずいというわけで、作ってみたのはアンドロイド、モデルはもちろん女の子。その名もかぐわしい、マリオネット。町人隣人に絵にしあり隣人あらららら隣人に絵にしありと出ておるな隣人べえ。隣人そうかそうかそうだったのか。僕の町人はさあ勇気だぞ花形みつるぎ。トゥヤッハーおたるくんグッモーニングだね。おたるくんあもうおたるくん親の因果が子に報い背筋も凍るお化けの数々お代は見てのお帰りだ。振り切って食ってやるか。川屋はどっちですかいの。え、川屋。もうわしゃつろうてつろうて。ああ漏れる。あ、まだまだまだだよ。1枚2枚9枚の後1枚足りないとか言ってんだぜ。5枚6枚買ったらいいから行こうぜ。7枚8枚9枚1枚足りぬ。やれ悲しやの。六六首だよ。怖いぞ。三人とも楽しそうだな。いい仕事にありついたぜ。ルックス幼なし愛らしさ抜群胸少々不満ガー色気あれど大味。さすがマニア推薦マミアウタルのマリオネットつみ揃いっつう感じ。どれ狙うですか。多数決さゴーいけっつう感じ。裏目地何の演出だい。おたる様チェリーチェリーどうしたチェリー待て待てやっと見つけたよ、ホタルくん。離せ、バカ子の。話はしない。今日は君と僕の運命の日。チェリー。はい。え、じゃあライムは？話はしない。
記念すべき100体目我らのマリオネットコレクション堂々完成っつう感じ。あれここどこ、くそ間違ったっつう感じ。なんてこったシェッツ、よりによって最後の最後にハズレつかむですか。ホタルはねえねえ君たち誰、お化け、お化けとはなんだ。我々は遂行にして偉大なマリオネットコレクター。わらリンゾー、レアなテンペ、ピュアなデンスケ、泥棒だね。違う、コレクターだっつう感じ。どう違うの。愛があるんだ、自分の気持ちに正直に努力して手に入れたんだよ、それがコレクターズ魂っつう感じ。でも泥棒はいけないよね。お前にわかるかっつう感じ。うん、君わかんない。ここいつ口答え多いですか。マミオタルはお前にどんなプログラムしてるんだっつう感じ。ほんとね、僕とオタルとチェリーとブラッドベリーといつも仲良く暮らしてるんだよ。え、マリオネットと人間が仲良し小良しですか。こいつどっか行かれてるクレイジー。お前たち目が汚い、嫌いだ。ふん、僕だってお前なんか嫌いだ。ヤマトナデシコタイプが好きなんだっつう感じ。お前みたいな鼻ぺっちゃなんて歯が不倫だ。貴様貴様貴様、よくもやったなっつう感じ。マリオネットの弱点なきゃ知り尽くしてるっつう感じ。そばにいながらライム見てらんないよ。一日中ライムを探し回って。お優しいオタル様、傷ついてらっしゃるのね。こうなったらこの私がオタルのハートを癒すしかないね。真似すんな。そっちこそ負けないよ。私だってくそ。よしたまえ、オタルくん話せ、ライムを助けに行くんだ。そんなのお役人に任すのが筋だよ。盗難事件なんだから。盗難？違う、ライムは盗難さ。マリオネットはマリオネット、機械であって人間じゃない。だけど落ち着きなよ、オタルくん。まさか君はあのマリオネットたちを愛してるとでも言うのかい。愛？違う、そういうんじゃなくて俺は。オタル君、君は間違っている。愛は熱い心と紡がれた言葉が生み出す思考の奇跡。命と命が求め合い、せめぎ合って織りなす熱い火花。天地創造の時から人は人と付き合うものと決まっているんだよ、オタル君。マリオネットは所詮機械、付き合うことは愚か、愛し合うことなんてできないんだよ。君にふさわしい人はもっと他にいる。それは、それはね、このボクサー。ニョーニョーニョー。ホタル様、私ヒヤブギが。あら、ホタル様どこへ行ったのかしら。さっきまで話し声がしてたのに。ホタル、レンタルジャーニーは熱海でって。あら、ホタルは。それがいないのよ。また探しに行ったのかね。え、俺は、俺は。
ごめんよ。君はあのマリオネットを愛してるとでも言うのか？君は間違っている。いらっしゃいませ。盗難さ、マリオネットはマリオネット、機械であって人間じゃない。違うかい？俺は間違ってんのか？ライムを心配する俺はおかしいのか？オタルではないか。師範、俺は変なんでしょうか？そりゃ確かにライムはマリオネットだ。それを心配する俺は。ライムというのは私を倒したマリオネットだな。オタル、常識とは人が決めたもの、価値観は自分自身が決めるものだ。自分の目で見て自分で考えろ。道に迷った時は原点に戻ってみるのもいい。君ならわかるんじゃないのか？愛は世界一美しい病気である。突き進むが吉。突き進むが吉。さあ、突き進むが吉。あ、おたる様、脅迫状が。え、持ってくの間違った。お、壊されたくなかったら、お、連れて一人で七首寺へ来い。わったか。本当に狙われていたのは、かわいいかわいい私だったんですね。オタル、おめえら来るな。俺一人で行く。どうするつもりなんだい。見せますわ。ええ、耐えますとも。いや、そんな、君が一番だなんて、ジェリー、嬉しい。おいおい。あ、オタル様。見てます。いけません、いけませんわ。あいつ来るですか？間違いないさ。オッケー、来るせ。来たらこの傷の分までしっかりお返ししてやるぜっつう感じね、先生。そんなんが万全だぜっつう感じ。来た。いやいやいや、てめえら、ライムになんてことしやがる。こいつ手ぶらで来やがったですか？約束のマリオネットはどうしたっつ感じ。どうもこうもね。ねえら、さっさとライムを離さねえとただじゃおかねえぞ。僕だってあんなの好みじゃないんだ。やったら逆らうし、うるさいし。あ、わかったっつ感じ。あっちの可愛いマリオネットが美味しいんだな。同じマニアとしてよくわかるよ、その気持ち。どっち取るかっつったら。そんなんじゃねえ。わかったっつう感じ。あと100両つけるから交換してよ。言っとくけど、これパパに手に入れてもらったホンマモンのガルドラント製軍用パーツ。オーライ。どうだ、こいつを持ってくる気になったですか？てめえらみてえなイカレポンチの言いなりになるか。上がってきやがれ、カス野郎。マイガー。あら、先生シェイは眠り。
名は丹前でござるよ。今宵の煩悩政宗は血に飢えておるでござるよ。やっちゃってください先生、ボコボコの切ってきたかーって感じ。これも浮世のつらい定めでござるよ。切っ先がでっかく見えやがる。負けられねえ。誰が何と言おうが、俺は俺の道を行く。突き進むが吉。蛍、うりゃあああまだポーズを決めてなかったのに。ずるいでござる。先生がやられちゃった。冗談だよ、ね、冗談で済むと思うか。はりゃごめんよ。あ、そうだ、僕のコレクション欲しくない。あ、これなんか76年型モデル、それともジンゴロモードがいいっていう感じね。いい加減にしろ。ライム、世界がぐるぐるだよ。大丈夫かライム。平気だよ。そうか、ライムは強いな。ねえ、おたる。あ？僕とおたるが仲良くするのっておかしいの？おかしくない。世界中が違うっつっても絶対おかしくない。うん。おたる、遊ぼう。おたる様、ご飯ですわよ。おたる、熱海行こう。おたるは僕んだもん。はいはい、くーよ、行くよ。気になる、ならない、なる、ならない、なる、ならない、なる、ならない。でも、オタル君、僕は負けないよ。必ずや君の目を覚ましてみせる。男花形蜜剣、君のためなら死ねる。